형태를 사용이 못하는데, 그런 것들이 있는데. 普通の場合は、ボタンの機能を使うんですけど。 근데, 오늘은 그냥 보통 차이니즈를 끊을 수 있고, 그냥 붓으로 그냥 그리고 싶어요. 中国式の普通の蓋で確認します。 잉크하고, 뭐가고, 내 붓으로 그리고 가겠습니다. 잉크도, 持っているものと札で確認します。 最近はもちろん札ペンもいっぱい使うんですけど、本物の札もいっぱい使うことがあります。 Hi to Mexico.
自分が仕事探すのか。もし気になることがあったら、ご質問してください。アーティストにとっては本当にいい時代だ。活動しにはいい時代だと思います。Yes, we are in Japan. No. 이야기하세요. 노래 부르세요. 그거 통역 좀 해주시면 되겠습니다. 그림 주제 물어봤는데 아직 모르겠네요. お客さんから今日の絵のテーマは何ですか?質問されて、ジョンビさんからまだわからないです。그림에서 여러 가지 이미지를 넣어보겠습니다.
絵を描きながらいろんなイメージを手に入れようとしています。Yes, he is at 44 years old. ね、6일에도착했습니다。お客さんから日本にはいつ頃着きましたって質問があって、長木さんがいや2日前ぐらいです。日本に来ることは大好きで、日本には面白いものもあるし、買わなきゃいけないものもあるので。日本はたくさんじゃおりた。てか、なんで日本はこんなに高いんですか？物価が。ちょっと高いと思います。ちょっと日本は何が変じゃかけるのか、たくさんが。正直、物の質が高いのは分かるんですけど、高いです。何が？뭐가가장비싸다고뭐전체적으로다른것같아요뭐옷도비싼것같고요전달되게약물맛은토크니그것도가면음식도음식같아요다배고먹어요비싼것같아비싼것들도가까이사고싶은것들이너무많아요와진짜
처음 보신 거예요? 아주 작가이겠어요. 본토니 가이타이 문화 오래됐어. 보고 본토니 고아이도 그렇고. 저희 와이프가 일본 가는 거 별로 안 좋아합니다. 그러니까 私の 와이프가 일본에 그러고도 好きだ. 갔던 그런 데라 많은 돈을 날리고 이까 이때 있다가 오빠가 많이 使っちゃうので. 포트라는 브랜드 있죠? 가방 브랜드 포트. 네, 소노마이 니온이 다시토키와 포트. 포트. 예. 브랜드의 포트 가방. 포트 클래식이라는 걸 우연찮게 백화점 갔다 보고는 예뻐서 가방을 하나 사줬는데 포트 좋아했던 거. 포트 클래식という 브랜드의 가방을 데파트먼트 스토어에 있대. 아, すごいと思って 프레젠트 했습니다. 저희 아버지는 동경 캐스터 되게 좋아해요. 이번 동경. 아, 코인 케이스. 코인 파스. 코인 파스. 다이스케이스. 먹은 아침에 직접 가신 건가요? 이거 지금 어디요? 네. 누가 갈아줬으면 좋겠어요. 여기 있잖아. 그죠? 여기 있잖아. 저번에 화방 갔을 때 있었는데요. 우리 맨날 네. 가는 색깔도? 색깔도 화방 갔었어요. 우리 갈아줬어야 되는 거 그죠? 갈아야 돼요. 오격상가 부산이 使われる 私は、ちょっとあんま分かんないですけど、まっていう炭を自分でまさに作りましたかっていう質問で、デジョンさんは、いや、誰かやってきてほしいって、で、前に日本に訪問した時の世界道で買いました。 제가 이제 고등학교 때나 중학교 특히 고등학교 때 입시 준비하거나 그림을 배울 때 정말 갖고 싶어하는 브랜드 이제 미술 브랜드 미술 전문 일본 것들이 되게 많았었어요. 뭐 폴베인이나 아니면 아바라라든 이런 것. 제가 入試 중고の頃 入試をする時に 本当に 買いたかった 미술용品의 브랜드의 中で 일본의 ものが 多かったんですよ. 폴베인이야. 아바라 という 브랜드. 그래서 저는 그때 저희 집이 못 산 건 아닌데 부모님이 이렇게 그림 뭐 이런 거 하는데 좀 지원을 좀 잘 안 해주셨어요. 네, 소유 부담 없이 갔댔어. 네, 제가 뭐 입시する 거로와 집에 돈이가 足りない 와けじゃないですけど, 親から 미술의 지원을 してもらえなかったです. 그래서 저는 그냥 국산 한국제 물감이 있었어요. 저는 국산 한국의 대로를 사용했어요. 지금은 이제 한국 물감이나 일본 그 아직까지 차이가 있지만 그래도 예전에는 차이가 엄청났었거든요. 질감 차이가, 질적으로 차이가.
最近は韓国と日本の絵の具の質の違いが多かったんですけど、最近は、じゃあ、プルベイダーも、国産物は、예전에는、차이、직접차이가좀났어요。違いが多かったです。で、で、それが、 물감 홀베인 물감은 못쓰고 가꾸면 씻고 그러니까 홀베인 에노그와 가이타인스께도 가이나이시 오시니까 친구들이 홀베인 물감 쓰는 친구들이 이제 학원 마치고 집에 가잖아요. 네, 홀베인 에노그가 친구들이가 유비코 와서 집에 가는 도중에 몰래 물감 쫙 쓰고 그랬어. 제가 싫어하는 아이다니 제가 그림 그 말을 화방에서 한 두 번 훔친 거 같아. 예, 요인을 온도 오미세데모 난카에 누순다고 돌아다녔어. 그때 잡혀 들어갔어야 되는데 정확히 2日まで 나가야 되지 않았나. 네, 정말 일제 손보 4BMP 같은 거 들고 되게 위에서 비쌌어요. 한 자루에 500원이 넘었지 않나? 네. その頃は日本のトンボの 4BMP も本当に高かったです。一つに50円以下してたんですね。で、なじみありげてるんで、後で分かったんですけど、ジャグレンさんにトンボロケというのもロケというのもジャグレンだ。絵が上手い人たちはトンボで描いても何で描いても結局上手いです。それが重要じゃないです。材料は大事なことじゃないな、なかったです。저 같은 경우에는 이제 요거 일본 전시가 이제 끝나면은 다음 주 월요일 날 한국 가면 하루 쉬었다가 프랑스 가요. 저 같은 경우는 일본 공연이 끝나면 일요일에 가서 그리고 다음 주에 프랑스 가요. 저 같은 경우는 바쁜 시즌 시작도 미국 프랑스 갔다 오면 미국으로 여러 날인데 가장 이제 바쁜 시즌 시작도 私にとっては忙しいシーズンが始まります。アメリカ、フランスでアメリカにいて忙しくなります。This increase of Chinese ink. 목물 한번 보여줄게요. 목물 한번만 보여주세요. 이렇게 이렇게 붓으로 한번 찍어 Yeah, thank you. Chinese ink. 땡큐 니에 니에 감사합니다. 배치를 우선 하는 거예요. 그림에 생각했던 이미지나 아니면은 상황을 고려해 가지고 이제 배치부터 시작합니다. 제가 このように 1つ 미완성のまま 次の 캐릭터를 가져갈 이유는 物の 배치를 先に するためです. 상황이나 이런 場合를 考えて. 그리고 지금 머릿속에 이미지가 다 있는 건 아니에요. 그러니까 として 지금 頭の中に 전체의 이미지가 나오지는 않습니다. 만들면서 그리고 그리면서 만들어가는 스크린하거나 그리나가라 스크린 스크린입니다.
問いいですか。はい、今年もジャパンコミコンに出す来られる予定はありますか。あります。あ、ありますか、はい、ありがとうございます。Who are you? 인사하세요. 네, 오늘 접근 있습니까? 저는 접근이 됩니다. 오늘은 2V스토 입었어요. 히로가르 다루십니다. 去年 보고 다녀오셨어요. 미국 코미콘에 다른 나라에서 하는 코미콘과 분위기가 약간 다른 것 같아요. 일본에서 코미콘과 다른 나라에서 코미콘과 분위기가 다르죠. 약간 좀 다른 맛이 있어요, 진짜. 좀 다른 맛이 있어요. 말로 표현하기 뭔가 좀 애매한데요. 이렇게 진짜 정말 미국이랑 한국이랑 뭐 다른 나라 코미콘과 정말 좀 다른 느낌이 있어요. 言葉で表現するのは難しいですけど、なんかアメリカや韓国のコミコンと比べてはちょっと違う味があります。初めの느낌이너무좀생소했을거예요。最初はその感じがすごい新しかったです。最近はもう2回ぐらい参加してから慣れるようになりました。私の場合は若い頃から漫画が大好きだったんですけど、日本と韓国は地理的に距離が近いので、韓国は日本の漫画の影響をいっぱい受けました。だからとして日本の漫画みたいに可愛いし綺麗に描くのはそんなに作りはなかったです。저는어릴때부터그림그리는약간시작점이약간좀다른데요私は若い頃から絵を始めるスタートポイントがちょっと違かったんですけど저같은경우에는뭐이렇게보통은좋아하는작가나아니면좋아하는그림들많이따라야돼서모작같은거많이해야돼서어릴때私の場合は皆さんは好きな作家や作品を真似する創作することから始まるんじゃないですか。私もそう始めたんですけど、だけど私はその時その時興味があるものを書きました。例えば自転車に興味があったとしたら自転車を毎日書きました。欲しい自転車など。欲しい靴があったら靴をいっぱい書いて。そうなって今は書けれるものがいっぱいになりました。사람은어릴때부터관심이가장많이들었을때였고소대였고그다음에그냥관찰도되게많이했어요人は私が一番興味を持った存在で、で、いろんな観察もいっぱいしました。결국자전거랑신발을가지셨네요가진것도있었고못가진것도있었어요お客さんからそれで欲しかった自転車と靴はもらえてきましたかって言われて、チョンギさんが、あ、できたものもあるし、できなかったものもあるよ。もし欲しい靴があったら、最初は、
母親に買ってって言うんですよ、最初は。で、お前が初めてグラブってストッキングしちゃってるの。だから、だけど、あの親が買ってくれなかったら、そこからストッキングが始まるんです。계속관찰하고아니면친구가그신발신고있는친구가있으면친구신발뭐원래계속보고계속관찰시대혹시그옷을履いてた동아치였다라그동아치의옷을계속見たりして정말계속관찰해서그려보고그래서그신발을막사게되는거예요그래서소연이계속관찰시대가게나가게났더라아노그옷에대해서詳しくなるんです그리고이제신발하나가이제관심을갖게되면주변에다른신발들도이제조금씩그려보는거예요뭐아버지가신고다니는워커같은것들엄마가신고다니는하이딩이나뭐슬리퍼나이런것들좀그려보고이러다보니까신발을되게여러종류그릴수있게돼요でそのように一つの靴を描けるようになってからは周りの他の靴たちにも興味を持つようになりました例えばお父さんのワーカーやあのお母さんのスリッパーを描くようになって、でそうなったら結局いろんな種類の靴を描けるようになりました。그래서신발을그리다보니까어쩔수없이발을관심있게보게돼で靴を描こうとしたらしょうがなく足の形について그래서발을관심있게들다보니까손발쪽으로전설계관심이가기시작했어요そのように足に興味があるようになったから手も足も自然に興味持つようになりました。신발같은것들을많이가지고동생시켜서모델로많이시켜봤어요で手足などをいっぱい立てて、で弟、男性、弟さんにモデルもさせました。그리고그러다보니까이제뭐자전거근데두바퀴로되는자전거가관심있으니까그비슷한것도오토바이나그다음에뭐자동차이렇게자동차가자연스럽게바뀌어요그때자동차에興味가있으니까似てるもの例えばオートバイ、バイクや車などにも自然に興味があるようになりました그분위기들ブダでブダペンでいっぱい描くんですけれどもあのいつからブダペンを使うようになってその場合はどのような素材を使われたかって質問されましたで前は鉛筆をいっぱい使いました本当細かくスケッチするスタイルでしたであの奥の見えない人の顔の表情まで描こうとしました。で、ボールポイントもいっぱい使いました。で、若い頃は太さが細いペンをいっぱい使いました。ロトリンペンだとか、ロトリングハイテクペン。ロタリングペンやハイテクペンを。ハイテクが入ったら생각나는게、ハイテクって왜맨날막히죠ハイテクと言ってから思い出したんですけど、なぜハイテクはいつもペンが出なくなりますか마지막에사이고마스카토고나그리고그러다가이제라이브드로잉쇼를시작하면서우편을쓰기시작했었어요그래서라이브드로잉쇼를하시면서부다피엔을쓰게되었습니다그전에도몇번써봤었는데그렇게즐겨쓰는재료가아니었어요
この前も何回使ってみたんですけど、そんなにいっぱい使う材料ではなかったです。그런데라이브드럼을하면서이제짧은시간안에드럼을끝내야되니까얇은소재로는이렇게큰그림완성하기가힘든거예요라이브드로잉을드로잉을할때는단기간에큰그림을그리지못했기때문에소위펜では限界がありました。그래서찾다찾다보니까이세한번써볼까해서써줬는데너무잘어울렸어요되게얇은소재로막이렇게뭐어두운것까지도벗겨지는것까지도다되니까되게좋았어요되게얇은다で探してみたら、クラペンを使うようになって、一回使ってみたら本当に良かったです。このように細い線も使われたし、このなんか太いところも表現ができたので。で、そで、ブペンをくてくて毎日使いつつ、くだらないのも、やるぶんペンにとても毎日使ったので、よくできまいりです。その頃からは、クラペンを使うようになって、その前は細いペン、特に鉛筆をいっぱい使いました。その頃は学生たちにデモンストレーションをするときに下書きをしてスケッチして色を塗りをしたら時間がいっぱいかかるんですよ。ある日じゃあ肌で描いてみようかなとしてみたらできたんですよ。でその頃からは水彩画を描くときもスケッチなしですぐ描きました。そしたら韓国で特徴的マナーじゃん2011年でその頃で韓国からブーチャンで行われた漫画展がありました。でこぎにで초청을받게됐는데でそこに誘われてでそこぎにで物質を품이는데그냥여기있던대표님께서우리는다른작가들처럼액자이렇게걸지말고그냥벽에다가이런종이붙인다음에3일동안 3일동안여행하면어떨까요라고제안하셨어요부스는또관광들도많이한번김현진대표님네제가작가상から他の人他の作家たちみたいにフレームに作品を入れることではないし壁に紙をかけて3日間ずっとドローイングをしてみようのは見るのはどうって言われました。でそれ楽しそうだなって思ってそこからドローイングショーを始めました。가편집찍었던영상을좀간단하게빨리돌리는의미로그냥가편집해가지고그래서저렇게찍었던영상을연출해서타이밍랩스를연출했습니다유튜브에그냥재밌는거올렸어요네유튜브에간략히올렸습니다그게그렇게폭발될거라고몰랐어요와조회수가조회수랑그다음에그때부터초청메일을받기시작했어요その時はそれがそんなに影響力が強かったか知らなかったです。再生回数もすごかったですし、その頃からいろんなところで誘われるようになりました。で、갑자기팔자에오는ライブドローイングを시작하게됐습니다。そこからこのようにライブドローイングショーを始めるようになりました。
듣기 시작했어요. 그러면서 2011년부터 시작된 게 지금까지 하고 돌아다니는 거죠. 손호윤이 반갑습니다. 인생주의 진행과 함께 희망하던 양태됐습니다. 왜냐면요, 그 영상이 공개되어 있기 전까지는 아무도 뭐 스케치 없이 그런다 이런 걸 사람들이 안 믿었으니까 그 영상이 공개되고 이제 믿게 되었죠. それで僕使いも発生しました。勉強と作業者の皆さんと一緒に絵を描くことは、そんなに緊張したりしないです。 お客さんたちに聞いてみたら今までの作品はもう完成された作品だと思うじゃないですか。完成も過剰度を超えていこう。だけど完成されるかと思うことができるし、このように書きながらお客さんたちとコミュニケーションすることはできます。で、質問された。だから皆さんに愛されると思います。個人的な意見です。 하기 위해 며칠에 한 번 면도하시는 거예요? 이게 여기서 말씀드리고 싶은 게 있는데 저는 젊은이가 아니에요. 저희 고객さんから 髪 스타일을 유지하기 위해何日に1回剃りますかって言われて、ジョンギさんから、ここで1回言っときます。私は坊主ではないです。
하게 되고. 뭐 댓글 같은 데 보면은 뭐 그림 실력을 얻고 대머리가 됐다 그러시면 머리카락을 입었다 그러시면 그게 아니에요. 코멘토가 너무 있다라 이제 감 있는 표현 나오고 싶대 에너지스럽고 했다. 지가요. 제가 제 자의에서 그냥 미는 것 뿐이고요. 네, 질문은 있지대 소리도 했어. 머리 수고 많습니다. 네, 감이 너무 이빠이 아니고. 그래서 제가 머리 스타일이 어울리는 게 없어요. 제가 막 길러보고도 했는데 병신이야. 제가 약간 미야우 감이 스타일이 많이 있어요. 아, 노바 스타일이 비슷한데. 또 기르면 좀 이상해요. 좀 천시러워요. 너무 맛있다가 막 다 볶아주는 게 있어요. 그래가지고 제 마지막 이거로 정찬한 게 스타일. 네, それ 最後で 고모 카미 스타일になりました. 그래서 며칠에 한 번을 깎지? 이틀에 한 번씩 깎습니다. 네, 한日に 1 回 剃りますか? 네, 2日に 1 回 剃ります. 1mm에 1mm로 깎습니다. 1mm 切ります. 結婚式の時もこの髪型にします。韓国の男子たちは軍隊に行かなきゃいけないんですけど、韓国の男子さんたちは軍隊に行く時に髪を切って泣く人もいるし。 妙な気持ちになるためにいたします。それ、あんまり気がなかったです。もうこんな感じだったので。中学の頃から本当に短かったです。 반드시 먹고 가야겠다라고 생각하시는 음식이 있나요? 좀 나가노프로 유명한 라면집 좋아해요. 라면집이 뭐죠? 이름은 모르겠어요. 이름은 모르겠는데 갑자기 이름은 모르겠는데 정말 맛있는 라면집. 옛날 나카노프로도 있고. 나카노프로도 그쵸. 고객さんから この日本旅行で日本に来た時にこれは必ず食べなきゃっていう食べ物ありますかって言われて、ジョンビさんから。 나카노프로뷰の近くにあるラーメン屋、名前はわかんないけど、ラーメン屋行きたいです。 사장님이시가만들어주신라면을먹고울뻔했어요。店長さんが作ってくださったラーメン食べて、本当泣きそうになりました。 근데 주로 이제 제가 준비해 주는 건 파브리아노, 파브리아노 롤이지. 롤. 예. 그거 있어요. 맞다. 200g. 예, 파브리아노. 200g.
웰컴. 외가 쪽이나 친가쪽 어디에도 그림 그리는 사람은 없는데 왜 그림을 좋아하게 됐는지는 저도 아직 잘 모르겠어요. 그냥 어릴 때부터 좋아하고 잘 그렸어요. 父の方にも 母の方にも 絵が 描けるのはあまりなかったんですけど なぜこんなに絵が好きだったのか 私も分かんないです。 그래서 제가 집에서 장난이거든요. 네, 제가 私の家庭で一番上の息子なんですけど、一番上の。それがどう？本人にグリングリングするのはどうですか？で、親からは絵を描くことをあんまり好きじゃなかったらしいです。で、その支援をじゃあ안해주세요。で、中学校進学したらやるんで、世界記録があるので、언제나적혀있었거든요。그림에소질이있으니까그쪽으로유려주십시오。あまりサポートをもらえなかったです。で小学校の頃の成績表とかを見るとこの子は絵に才能があるからサポートしてるなって言って帰っててもあまりサポートをもらえなかったです。그림을저본격적으로배우기시작한것은고등학교2학년여름방학때そこから絵を本格的に習ったのは高2の夏休みからです。그전까지는미술부생활을제가계속미술부에가르치는미술부생활을계속했었고요。中学교수학교부담이で、その前は美術部の生活を活動を作ってました。小中高。그러면서이제뭐미국때그때그때마다리뷰선생님이한국화를전공하셨으면한국화도배웠었고서양화를전공하셨으면서양화도배웠었고で、その頃の美術の先生が韓国画を専門でしたら韓国画を習って西洋画の専門でしたら西洋画を習ったりしました。미술생활미술부생활계속하지만은계속머릿속에갖고있는건만화가요。で美術部の活動を続いててもその頃頭の中に入ってたのは漫画をやりたいって言いました。漫画家로등단하게된것은꿈은6살때꿈이漫画家로정했었는데で漫画家になろうとしたのは6歳の頃から漫画家になろうとしたんですけど등단하게된것은되게늦게등단했어요。27살에デビューしたのは本当遅かったです。27の頃にデビューしました。성격상그렇게막조급해하는스타일이아니었거든요。빨리뭐중단해야되겠다그런생각도그런게없었기때문에。で、私の性格的にそんなに急ぐ人じゃなかったので、早くデビューしなきゃって思ってなかったです。27살때이제중단했는데그때되게재밌는에피소드가있는데で27歳にデビューすることになって、その頃に本当に面白いエピソードがあります。軍隊で徴兵を、で徴兵が終わって、自分で本じゃ描いてるんですか。家で一人で絵を描いてました。でその頃一緒に絵を描いてた友達が、ちょっと寒いで한번거기가면배경그려주면돈을준다는。で、ある事務所から夜景を描いてみたらお金をくれるっていうところがあったんですよ。じゃあ一回行ってみようかなと思ってポートフォリオを出しに行ったんです。工場でマナーを作られるんですよ。手本とかあるじゃん、パリパリマナーを作る。で、そこが何かといえば構造みたいに早く早く漫画を作っていくところだったんです。で、제ポートフォリオを見たら취직이됐어요。そこで私のポートフォリオを取ってすぐ就職するようになりました。その頃もうまかったんですよ。で、바로デッセンマンです。デッセンマン。背景メニューがあるので、クリームとデッセンマン。
デッサンする役割を受け取りました。背景描くことしたけど、絵が動いたらデッサンされました。デッサン君の視点が、그때、거기서、그날、잠날、지금、ワイフ가で、その日、行った時に、今のワイフも会いました。거기서、이제、한、네작업을계속하고있는데네속도는작업을続いていて근데어느날형들이작업시키는형들이서울출판사로올라갔는데그때지방에있을때그래서출판사의지무소의선배들이서울에行きました그때는田舎の方にいました나도올라가야지형들따라서출판사가야지처음이제태어나서처음으로이제서울의명출판사에제그림을이제その頃、私も一緒にソウルに行こうとなって、ソウルに始めて、ソウル の, 出版社に自分のポートフォリオを出しに行きました。ソウル行く頃に、それから君は絵がすごく上手だったら、絶対ソウルでデビューすることができるって言われました。ちょっと、나름대로、속으로도、나는금방デビューしてっち、라고생각하면、ちょっと、興奮마음으로따라올라가요。で、その頃、私も心の中では、普通にデビューできるよって思いながら、楽しみながらソウルに上がりました。で、거짓말안하고、11군데에서됐잖아요。で、嘘なしに11階の主人公のところから断れました。韓国にある大部の漫画出版社からダメって言われました。で、11軍で出版社は똑같은말이었어요。テッチャの全部。で、その11個の出版社から言われたコメントは全部同じでした。그날실정에안맞는그림체한국의스타일이와안하니일본만화스타일로그리면은연대시켜주겠다네일본만화스타일로描いたら데뷔させてあげるって言われました그때일본만화스타일은막진짜일본만화스타일이었어요한국도그스타일이거의줄을이루고있었어요작품でその頃の日本の漫画スタイルは本当に日本の漫画スタイルだったんですよ。韓国もその頃日本の漫画スタイルで描いてました。너무충격을받아서제때까지살아오면서그날그림을안그렸어요2주동안その頃人生の中で一番ショックだったので2週間ぐらい絵を描いてなかったです2週동안뮤직비디오만채널만봤어요바이브라는뮤직비디오를봤어요2週間VBをずっと見てました。バイブっていう VB を。わあ、で、そこのクリンチェルを変えてるんか。で、僕の中で、絵のスタイルを変えなきゃいけないのかって。そういうふうに考えてるんで、周辺の형들이、リクリンタイルが괜찮으니까、계속見ろぼらと、조언해주시고。で、そのように悩んでいたら、周りの先輩たちから、君のスタイルはすごくいいからそのまま進んでいってって言われました。で、それで、じゃあやってみようかと思って、でその後、1年後に、ある作品を、いくつの作品をポートフォリオに入れて、で、また出版社に行きました、1年後に。근데그때는1년뒤에갔는데그때는다여러군데다연재를하자는거였어요그렇게바뀌었어요1년後には11個のところから一緒に行きましょうって言われました全部그때이제한국만화스타일이그때슬럼덩크인기때문에약간사실적인그림을좋아하는시대로바뀌었어요その頃の韓国のトレンドがスラムダンクのおかげで実質的なスタイル好きな方に変わっていきました井上先生感謝を느낍니다井上さんにありがたい気持ちを그래서그때연대시작으로서27살에등단하게됐고でそのように27歳にデビューすることになって연대한8개월하고지금폐간됐어요8年間ぐらい書いてその雑誌がなくなりました
그래서 뭐 여러 가지를 들었습니다. 뭐 계속 연재도 했었고, 그다음에 한국에 지금 유행인 웹툰도 제가 1.5세대고요. 네, 이런 식으로 또 했습니다. 지금 만화가로서도 활동을 했고, 웹툰도 다시 1.5세대입니다. 영화 쪽 일도 계속 했었고, 영화계의 일도 광고 일도 했었죠. 보고도 했습니다. 하여튼 그림으로 할 수 있는 일들을 웬만한 것들 다 했었던 것 같습니다. 네, 애들 느끼는 시각과 느끼는 걸 전부 했습니다. 그래서 학생들도 계속 가르쳤었고, 네, 학생들도 계속 가르쳤고. 그래서 지금 되돌아서 생각해 보면은 학생을 가르쳤다는 게 저한테 되게 좋은 경험이고 저한테 되게 좋은 일이었던 것 같아요. 이마 그림을 갖다 감안해 보니까 학생들한테 가르쳤다는 것은 정말 좋은 경험이었던 것 같습니다. 왜냐하면 학생을 가르치다 보니까 어쩔 수 없이 계속 그림을 그려야 돼요. なぜかというと、学生たちを知るためにはずっと絵を描かなきゃいけないんです。それに絵についてもずっと考えなきゃいけないし。그다음에학생들하고있다보니까는젊은감각이나이런것들도되게유지하기가쉬웠어それと学生たちと一緒にいたら若い感覚などを続いていくこともできました。그리고학생들한테배우는것들도되게많았어で、学生さんたちにもいろんなことを学びました。아니이런좋은아이디어가이렇게뺏기더라こんないいアイディアがあることだ。그래서되게학생에가르치면서되게그림을손을안놓았던것들이되게안놓을수있는기회가됐던것같아요그래서되게좋습니다学生さんたちを教えながら絵を止めなくしずっと描いてたのができました다른재료로그리고싶은갈증이라든지약간이런그림스타일도사랑받고싶다라든지저도귀여운그림으로사랑받고싶다お客さんから他のスタイルでではないと他の材料で描いてみたりそういうスタイルで愛されたいスタイルありますかって言われてジャムさんから私は可愛いスタイルで愛されていいです私はただ可愛いスタイルもよく描けるのに。で、そのような絵たちは隠してるんですか？파주에많이있잖아요。え、제작업실에좀있습니다。え、自分私の作業室にいっぱいあります。재료나이런것들은내지만일단은뭐다른재료같은것들도써보고싶은경우도있고아직까지지금먹이나이런걸다루는것들도많이미흡하라고생각하거든요그런것들도저희아직까지이런흑백것들이있고그래서여러가지를위해서시도해보려고노력하고있습니다
材料などはいろんな材料を使ってみたりしたんですけど、私はまだ炭などのなんか完璧に使えるわけじゃなくて、まずモノクロで絵を描いたりしています。작업하면서 가장 영감을 받는 음악 같은 게 있으신가요? 음악은 제 음악은 거의 몇 년째 똑같은 음악이 거의 추가되는 음악이 많이 없더라고요. 네, 고객さんから 사교사를 인스파레이션 얻기를 공급나도 아닙니까? 이렇게 경기さんから 私の 플레이리스트는 한 년간 変わってないです. 약간 습관적으로 틀어놓는 거예요. 습관적으로 流しておく 感じ. 생활 소음처럼 생활 노이즈 같은 느낌. 그래서 보통 작업실에서 작업할 때는 스포츠 많이 틀어요. 네, 사교실에서 작업할 때는 스포츠 많이 틀어요. 스포츠가 아니면 영화 같은 거 틀어놓고 영화 또 영화나 또 틀어놓고 그냥 소리만 듣는다든지. 네, 그냥 音だけを 聞いたり しています. 사이클배 女子と男子を描くときに一番大事だと思われるコツがありますか？ 여자가 그릴 때나 남자가 그릴 때 제가 어릴 때부터 갖고 있는 생각인데 이게 위험한 생각인가요?若い頃から私は男子や女子を描くときに考えることなんですけど、ちょっと危ない思いかもしれないんですけれども。 女子はいつも可愛く描かなきゃいけない。男子は。
남자는 멋지게 그리는 거는 다른 사람들이 많이 멋지게 그리니까 남자가 각각 그것도 각각이 있다 싶은데 나 정도는 좀 안 멋있게 그리면 되지 않을까라고 생각합니다. 私がよ、 あんまりかっこよく書かなくてもいいんじゃないかなって思いながら書きます。 근데 이게 여자를 그리게 돼 여자를 그리면 예전부터 어릴 때 거랑 비슷한데 네, 私が 女子を 書くときは 若い頃の時から 同じなんですけど もう 사귀고 싶은 여자가 있다 もし 付き合いたい 女가 있다 비슷하게 그린 거예요 자, その人みたいに 書くんですよ 그래서 이렇게 그려보고 아 이렇게 생겼을지 좋아하는 스타일이라든지 이런 것들 하면서 그런 스타일로 만들다 보니까는 지금의 스타일이 된 거죠. 얼굴 모양이라든지 이런 것들이 그래서는 아마 스키나 스타일을 描いて 아 こんな 顔だったよね って描きながら そのように 스타일도 描けたら 今の 스타일になりました. 와이프는 제가 그린 거랑 반대. 근데 와이프상은 제가 그린 거랑 반대입니다. 기억력이 좋으신 편인가요? 기억 이렇게 시각적인 기억력은 어릴 때부터 남들보다는 좋았던 것 같아요. 같은 또래들보다는 좋았었고, 그다음에 되게 어릴 때부터 입체적으로 많이 봤었어요. 네, 客さんからの記憶力がすごい方ですかってコメントされて、ジョンさんが視覚的な記憶力はいい方ですね。若い頃から立体的に 기억이나니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 기억이나
그러면 머릿속에 있는 이미지를 봤던 뭐 사진, 영화, 뭐 동영상 봤던 거 아니면 내가 직접 봤던 것들을 찾는 거예요, 머릿속에. 생각을 바꿔 としたら、今まで見たイメージや映画、いろんな情報などを頭から探して、こうやって出すんです。 있는 것과 내가 또 그리고자 하는 이미지 다른 것들하고 빨리빨리 정말 순식간에 조합하는 거예요. 그냥 머릿속으로 한 많게는 2, 30가지 이상의 이미지를 쭉 띄워요. 네, 그래서 제가 描きたい 이미지와 여러 가지 정보를 組み合わせて 바って 出して その時は 20, 30個 이상의 이미지를 出してから 描き始めます。 그릴 때는 언제나 내가 이 공간에 있고 여기에 있다라고 생각해서
주변에 있는 모든 상황이나 진짜 뭐 냄새까지도 특다고 생각해서 되게 머릿속에 이렇게 정이 편하게 그래야지 그릴 수 있어요. 네. 이 장소에 내가 있다고 생각하면서 냄새까지 느낀다고 생각하면 絵を描くときはこの空間に私が存在していると考えながら匂いなども考えながら絵を描きます。그래서이이공간안에서는내가나의공간이라고생각하면서컨트롤하는거내가내가만들어낸세상이라고생각하면그렇게돼요。この空間では私の空間だと思いながらコントロールしていきます。そのようにコントロールしていきながら絵を描きます。駅が강호동인지물어봅니다。강호동아닙니다。강호동아닙니다。정기님께서는일반인보다는세계를많이돌아다니시고많은분들을만나계시는데최근에영감이됐다던가아니면기억에남는대화나작품이있으실까요？네네お客さんから정기先生は普通の一般人方よりいろんな世界中のところを勉強したりするんですけど、でこの最近一番インスパレーションを受けた会話や作品などありますかって質問されました。진짜저한테는세계문화를돌아다니면서정말많은것들을봤었고또그돌아다니는걸되게그림이많이늘었던것같아요。私の場合は世界のいろんなところを行ったりしながらいろんなことを見て経験して、でその時本当に絵が上手くなったと。요즘젊은작가들도정말좋은작가들도많고요。最近は若い作家さんたちの中でもすごい作家さんたちがいて、그다음에또제가또특히일본이라는나라는제가영향을받은작가들이되게많아요。特に日本の場合は私が影響を受けた作家さんたちが結構いるんです。제가중학교때정말충격이었던게오토모카치히로의아키라였었거든요。제가중학교の頃一番衝撃を受けたのが오토모카치히로의아키라でした。왜너무충격이어가지고서점에한30분간서있었어요그책들이。その時は本当にショックすぎて本屋で30分くらいそのまま立っていました。아제가그리고자하는스타일이거기있었어요。私が描こうとしたスタイルがそこにありました。한편으로짜증도났었어요。왜이사람이그림이있지？そこでちょっとイラッとしたのは、なんでこの人が描いてるんだろう。그래서정말아키라는제가그때는그바이블처럼느껴요。その頃は아키라をバイブルのように持っていったりしました。정말뭐그림그리다가그림이잘안될때아키라딱펴보면아아직멀었다열심히하자。근데애を描いててよく行けない時にアキラを開いて아내마다마라と思って
야, 건물 그린 거 봐라, 야. 어, 다 때먹는 건 이뤘어. 아직 모르겠다. 그 열심히 해라, 이렇게 마음 가졌는데 아키라가 짱이었어. 네, 올해 아마 마다 많았대. 아키라가 사이코 되시다. 그리고 또 이제 중학교 때는 애플시드 실험 맞았네. 애플시드라는 말 했거든요. 중학교는 애플시드 실험 맞았네. 애플시드 という 공각기동대 그렸던 문자자. 공각기동대를 가입한. 네, 그분이 애플시드라는 만화가 있는데 その方が書いたエプルシードという漫画があるんですけど、そのクマナドって超やつと、そのメカニキ、ノムセレンデス、わー、とこうメカニキセレンデスを描いて、だと考えて、많이배웠었고、でその漫画に出てくるメカニックですが、本当にかっこいいと思って、いっぱい真似して描きたいしました。だからね。でずっと続いていて、この軍隊を終わらせて、テラタカチラ先生に連絡してますね、雑誌で。それでテラタカチラさんの作品を雑誌で偶然に見ました。そうは、ほんまに、いるけくりの사람들、ほんま、軍隊以後、ちゃんと영향을가장많이준사람은テラタカチラ。それで、わあ、こんなように絵を描く人もいるんだと思って、軍隊が終わってから一番影響を受けている寺田勝也さんです。ね、先生、もう一度パッパス、もう呼ぶね、もう飲んだみたい。で、先生が、忙しくて、今日はいらっしゃれないらしいです。心配になる。失望です。대신、우리가떠나고나면、여기와서그림구경하겠다고。정기さんたちが、韓国に帰らせたら、ここに来て、作品も気になる、意思をおっしゃいました。ね、그렇습니다。계속말씀하세요。그리고는、저는대학교때와서처음유럽만화를접했어요。で、それで私は大学に入って、初めてヨーロッパの漫画を見ることになりました。처음ヘビメタルの雑誌を처음봤었거든요。ヘビーメタルという雑誌を大学1年生の時に初めて読みました。わあ、マナル、絵図くれてし、絵図らでし、사람들이있구나라는것도처음알았고。それを、漫画を芸術のように描いてる人がいるということを分かりました。で、メビウスやリチャード・コベンっていうのがヨーロッパの漫画たちをいっぱい読みました。그러면서이제ロマン・ノグエリアの미국イラストレーションを開けました。ロマン・ノグエル。それでアメリカのロマン・ノグエルっていうアーティストを知るようになりました。대학교때는그분그림을되게좋아해서그분책들그림이안될때나뭐긴여행갈때나이걸버스타고다닐때언제나로만노게의책을많이봤었어요それで대학교の頃はそのロマンノルゲに本当にハマっててで、あんまり書けない時はバスに乗ったり旅行行ったりする時にロマンノルゲの本をいつも読みました。그분화면구성이라든지아니면은코드라든지화면안에액세서리배치라든지이런것들연구많이했었어요네그작가의화면배치와화면구성또위치나도연구했습니다最近好きな作家の中ではジェームス・ジンっていう人もいて、それに私
語りが好きなんだろう。私が名前を覚えるのが苦手で。村田雄介。村田雄介작가님이좋아하는거와제가만화를볼때좋아하는되게되게보면서느끼는평가기준이가장최고로느끼는게뭐냐면그린사람의즐거움이느껴지는그림좋아해요네村田雄介さんも本当に大好きです私が漫画を見るときに私の評価基準は何だといえば描いた人の楽しみさって感じるわけです근데브라타유스케작가님이전에그 ICD21을 보면서느꼈던건데아이사람이정말재밌게자기가그린사람이재밌게그리고있구나라는걸느꼈었어요그림에서아마브라타유스케선의 ICD21 나도기본토니간지다는거아그분이또본토니예오를楽しみながら描いてるっていうのを感じました그래서그작가님되게좋아했었고요유스케작가님도좋아했었고네브라타유스케선도본토니好きでした그다음에사무라히로야키사무라히로야키무무한의주인예예작가님을좋아합니다그작가님의변태성을좋아해요그래서작가선도스키스그작가선도헨타이사라다스키스제가코드가맞는거예요제가저도코드가맞는거예요아質問이있어네好きな映画とか映画監督がいたら教えてください좋아하는영화나영화감독이좋아하는영화있습니다저는세븐이라는영화좋아합니다세븐도유행이고데이비드핀처데이비드핀처핀핀큐베르마치그런영화만화를가지고있습니다진짜 PP 와폭력이난무하는말이야치와폭력이가사라지는만화를가지고있습니다마블이나 DC 마영화는별로안좋아해요네私は마블이나 DC 나무의영화가많이好きじゃないです아そう마블이나 DC 들을계속하고있는데저도마블이나 DC で仕事を進んでいるんですけど그리고감정이입을못하겠어요아마이감정은아니었왜이렇게쫄쫄이만입고다니는지도모르겠고나는ぴったりする服だけ着てるのかもわかんないし。スパイダーマンのゴミ줄무늬그린게너무짜증나요。特にスパイダーマンの雲の模様を描くのが大変です。スパイダーマンのコミッションだな。スパイダーマンのコミッションも見てるんです。나이가들어서그런건데정말잘거기에감정이정말못하겠어요で年取ったからかなですけど、あんまりそういう作品に感情がないです。제가만화중에서정말많이봤던원래저만화를잘안보거든요만화를그린데도만화를잘안봐요で私が一番読んだ漫画でも私は漫画はそんなにあんまり読まないです漫画書くので漫画정말많이보신분이우리대표님의漫画정말많이보시고요でうちの太陽さんが一番漫画をいっぱい読むんです저는漫画잘안보는데私はあんまり漫画を読まないんですけど제가유일하게漫画를7번정도본漫画가있어요で私は唯一に7回ぐらい読んだ漫画があるんですよ이게뭐냐면은그뭐냐터치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 
우와. 터치의 주인공 여자 이름 뭐죠? 터치의 주인공은 아마요. 여자 주인공 이름이 지금. 한때 대학교 때는 걔가 제 이상형이었어요. 정말 그런 여자를 만나고 싶었어요. 정말 그 단순한 그림체인 것 같은데 그 안에 정말 많은 얼굴 표정들이 들어가 있는 게 너무 신기했어요. 단순한 스타일이었던 것 같은데 와, 그거는 진짜 뭐, 잘 그리는 하고는 정말 다른, 진짜 저한테는 모나리자보다 더 멋진 그림이에요. 그래서 모나리자라는 문제가 없고, 저한테는 모나리자보다 더 멋진 그림이에요. 모나리자, 남자 중에 누군 줄 알고 똑같지? 모나리자, 남자가 여자가 없다는 거. 저도 울었습니다. 그날 학교 안 갔던 걸로 기억하고 있습니다. 작가상모 나이타고 오셨는데 정희상은 소동으로 갖고 있잖아요. 예. 예, we like what kind of food do you Japan? 예, just like it. 예전에는 뭐 이렇게 딱 이렇게 주제가 딱 오잖아요. 금방 생각했거든요. 한 3초 아니면 끝이에요. 뭐, 아, 뭐 그래 딱 하면 바로 할 생각 났었는데. 마이와는 주제를 모았더라. 아니 갖고 때 3초 ぐらい 考えたら 쓰고 아이디어가 出てきたんですけど. 지금도 그리면서 멈칫거리는 게 너무 많아요. 지금도 애를 그리면서 도중에 멈추는 경우가 많아요. 지금도 뭐 나이가 들어서 그런가. 제 생각엔 맞을 때가 된 것 같습니다. 일본도 체벌 있나요? 아, 그래서 이해를 못 하시는구나. 今考えてみたらそれがなくてもみんな書けるのになんでなかったのか知らない。여기에서도
미국이나 특히 이런 거에 대한 이야기하면 안 믿어서 거짓말 한다면서 안 믿으시는데 특히 아메리카나도 그런 話をしたら 信じて 그れないです 혹시 여기서 정기쌤한테 맞은 사람 있나요? 정기선이 나그라에다가 저희도 제자입니다. 병우. 병우 계속 보고 있어요. 정기선의 세포상까지 제 과거를 알고 있는 사람. 아니죠. 병 그냥 뭐 총, 총하고 그 다른 친구. 사과하세요. 큰 칼도 만들었지. 근데 그렇게 막 욕하던 사람 지금은 그런 인형만 모으고 있어요. 일본 올 때마다 느끼는 건데 어저께 저기 이쪽이 뭐냐 녹봉기 길에 보니까는 무민전시 하던데 그죠? 최근에는 일본이 그렇게 感じるんですけど 최근 녹봉기 길에 무민전시가 있습니다. 그러면서 그 옆에 보니까 굿즈 상품들 파는 스토어가 있더라고요. 옆에 보니까 국제 상품을 파는 스토어가 있습니다. 그렇게 예쁘게 만든 거 핑크로 가장 요 쓰는 민족은 일본이라고 합니다. 핑크 핑크 왕. 핑크 킹. 정말 물품 잘 만드신 것 같아요. 나 요거 쓰고 다시 쓰도록 인형 보시는 것처럼 선생님도 뭔가 수집하거나 이런 게 있으신가요? 말해 드릴 수 없습니다. 부끄러운 거 같아요. 인형을 수집할 때 정기선이 가지고 있는 게 있습니까? 정기선이 말하지 않습니다. 그런 거 모르고 있어요.
대학교 때는 동물로 얼굴 좀 모았었는데 고공으로 동물의 얼굴을 좀詰めたりし 잠자리 머리가 한 300개 모았었는데 잠자리 머리 トンボの頭も 300個 ぐらい。やろうもんですね。AV로。처음에 인체 공부를 하기 위해서 모았다가 점점 다른 데로 빠졌어요. 최초로 인체를 공부する 목적으로 始めたんですけど 他の向きに。 선생님 그림을 문신이 굉장히 많이 나오는데 네. 몸에는 전 없습니다. 네. 아, 문신 싫어합니다. 정기상의 애호를 또 타투가 많이 하는데요. 정기상의 가라다니와 정기상의 타투는 아닙니다. 저는 싫어합니다. 저 와이프가 문신 뜨라고 그랬는데요. 저는 아파서 안 했다. 싫어. 네. 와이프상から 오셨으면 했었는데요. 이따가 아픈 걸 왜 돈 주면서 할지 그럴 수는 없지. 이따는 난데야 뭐, 오카네 하라이나가 예리타고. 병원 가는 걸 싫어해. 병원 가는 걸 싫어해. 문신 그림은 관심이 많아서 자료도 많이 갖고 있고 또 인스타 같은 데서도 문신 쪽 관련돼 있는 쪽 많이 팔로우하고 있어서 문신 쪽은 관심이 많습니다. 타츠노 主題については興味があって写真もいっぱい持ってるしインスタグラムなどいろんな活動を勉強したりしてます。で、ちょっと無心で一回半分、無心적으로한번해볼까라는생각을해본적이있었거든요。で、ある時は私も活動を専門にやってみようかなと思ったこともありました。わあ、でもなんか못할것같아。너무소리도なんか소리도너무못들으니까。머리이상해지는거같아요네저도아저머리나또못하고막오토とか미대대가서아마오가시고나리라시그리고또그자세가그릴때자세가너무힘든거같아요네저는각도끼는시세가스카레스기그리고사람들사람을만나서해야된다는것도좀불편한거같아요또히토또히토가아때야라가끼기나이것도가좀불편다이 정도면 많이 봐주시는 거죠. 감사합니다. 예정시간까지한10분정도남았습니다예정시간만에또10분라인으로되었습니다이제그러면2시간입니다네그다음입니까그다음이제조금쉬었다가사요나라할것입니다점심도먹고네점심먹고사요나라
말씀 드린 쇼는 10분 남았고요. 오후에 또 하겠습니다. 정말 감사합니다. 사진 작가님 중에 아라키. 사진에서. 헤이야 친구. 정리쌤도 요즘 그림 잘 안 그려진다 그런 슬럼프 같은 시기 있었나요? 저는 질문 맞으면 정리상 뭐 사이킹 도시 에어 아크네 이런 슬럼프나 어떤 것들이 있을까요? 저는 그때까지 운이 좋게 그렇게 슬럼프를 심하게 겪어본 적은 거의 없는 것 같아요. 사실은 뭔가 그때 정말 슬럼프가 없던 많이 겪었어요. 정말 단맛이죠. 너무 무섭다. 아직까지는 그림 그리는 게 재밌어요.
今では絵を描くことが楽しいです。이렇게 그림이잘안그려지거나마음대로안나올때는안그려요안그려요그림이아내가네아주어렸을때그림은없습니다그리고우선은여자를그려요맞아요못나놓고네잘그릴수있는야한그림을그리기때문에또요거가끌려나에로에로할때자신감을다시충만하는거지금은못해난잘그린거난잘그린거같다라고자신감을충만하고다시그려네오아다시에정말나한테지금은못해까마다애로가지마이렇게아침에와가지고습관적으로그리는게있어요이렇게여자몸을한번그려봐요이렇게한번그려보면은그날라인이잘나오는날이아오늘좀그림이되겠구나라고생각해요단습관적으로朝に瞬間的に女性の体を描いてるんですけど、そこで一日の感が分かりますか？ラインがいいなっていう。あ、もう健康チェックですし、血圧チェックするでしょ。健康をチェックするように血圧を測るみたいに。그려보면아오늘은좀라인선이좀잘풀려있구나。で、描いてみたらあ今日なんか描ける日だなって。네, 원하실 때 이제 슬 정리하시면 됩니다. 今描いてる絵は明日午後完成する予定ですかね。今描いてる絵は、あ、지금그리고있는게지금내일완성하시는중이에요。네、오늘도저녁때도。네、오후에그리고。또그리고내일까지완성하고。오후에도 방송하겠습니다. 늘 반아, who are you? 뒤로많이나와서그리는편은아닌가요아뭔가난가이미타리쓰는스케도어타시와손나니오키로가끔은무시로가라미타리안하겠습니다그래서원래큰그림일때한번씩확인도하고그래야되는데하이튼멕시코普通は大きい絵を描くときは1回ずつ確認しなきゃいけないんですけれども그냥뭐많이뒤로나와서보는편은아니에요손나니무시로사왔던미쉬는시간에한번씩보고야스미시간2回見て지친분2개보고싶어뭐있고2つ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 
트위치는 안 하고 있습니다. 너 트위치. 아, 나 왜 이런 그림 그지라고 그림 그리고 나서 피하는 정체를 이렇게 보통 저 같은 경우에는 완성되면은 별로 이렇게 미련을 많이 갖지 않는 편이에요. 그림에 대해서 그냥 폰 떠나면 내 거 아니라고 생각해요. 아까 私は絵を描くときそんなに後悔するタイプじゃなくて見たんですけど、それで一回絵が終わったらもうその絵には未練がない。그래서보통이런경우있잖아요이렇게그려놓고다음날보면막오이런틀린부분어색한부분들이보일때가많지않습니까그죠네次の絵見たらなんかあ間違えてるとことか見えたりするんじゃないですか그런때도있으면아다음에이부분조심해서그려야되겠다라고생각하는데또다음에또틀리지もしそういうところがあったら次の時に頑張って同じミステークをしないと思うんですけど後でまた間違えます네시간이됐습니다시간이나りました ライブドリンクは明日まで帰って韓国に帰るんですね라이브드로잉은내일까지그리고바로돌아가시는거죠예월요일날돌아갑니다예月曜日に帰ります그다음날월요일날돌아가서그다음날프랑스가야돼예月曜日に帰って次の日にまたフランスに行きます프랑스에는왜가십니까안돼프랑스에프랑스에는처리에대해서なんか処理しなきゃいけない人たちがいるいます。本当に学んできているな。本当に話を聞かないことで有名になります。フランスが占領しなも。노트르담대성당불에당사는데그런위기스같은데노트르담대성당불탈때바로옆에있었습니다아프랑스에혹시이라셨다라노트르담대교회에가입해주세요리퀘스트를받으셨을까라고질문을했을때정우선가노트르담교회가그쪽에화재가났을때옆에있었습니다그때저프랑스에서전시하고있었거든요でその頃フランスで展示をしてたんですけど、その頃教えてた後輩たちが来たんですけど、先生に今ノートルダム불라고했어요。それで先生今ノートルダムなんか火事にあるんですよ。冗談だと思った。真剣です。本当でした。わあ、정말멋지게탔어요진짜진짜그연기가정말와本当にかっこよく燃やされましたね。煙が엄청나게났어요。煙がすごかったです。그때전시하는갤러리가노트르담하고가까웠었거든요。그래서그때展示してた갤러리가노트르담하고가까웠었어요。프랑스사람들은되게충격많이받았어요。그래서프랑스진짜쇼크になりました。또좀또오후에또하겠습니다왜그또유튜브에도인사한번해주십시오 Thank you for watching. Shoot after 3 hours. Well, yeah, maybe. Thank you.